学大阪からこんばんばは浜谷健ですこの番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています今日のの夢追い人はこの方です。 はじめまして京都デザインテクノロジー専門学校スーパーゲームクリエイター専攻の高市美里ですよろしくお願いしますよろしくお願いします京都といえば世界に誇ることそして日本を代表する観光地でもありますけれども、はい、その地でスーパーゲームクリエイター専攻、はい、このなんか組み合わせにちょっと私驚いてるんですけどなんか高市さんなんか京都になんか思うところあるんですか はい、京都といえば、やっぱ有名な神社とか、お寺っていうのも、浮かべる人が多いと思うんですけど。私からしてみたら、京都といえば、任天堂がある場所っていう。ええー、そうなの?。はい。任天堂っていうのは京都にあるの?。はい、そうです。はあ、ちょっと考えたこと、なんかてっきり、なんか、東京とかにあるのかと思ったら。京都なんだ。<laughs> はい、意外と京都にあります。 はい。じゃあゲーム業界では結構有名なの、京都にマニンテンドといえば京都みたいな、はいはい。有名だと思います。そうなんだ。そういうそういうのもちょっとこの京都で勉強したいなって思ったきっかけになった。はい、あ、そうですね。なるほど。え、なんかこの学校を選んだ、えー、他の理由っていうのはありますか？はい。えっとオープンキャンパスに来た時に、うん、あのー、体験授業があったんですけども、はいはい、その時の授業がすごく面白くて、うんえー、ここの学校で授業を受けてみたいなって思ったのと。はい あとはあの講師の先生以外にも教務の先生がその時にあの個別で相談してくださってすごくあの優しい感じの印象を持ったのでここの学校で勉強したいなと思ってで,って、えー、でさっきあったオープンキャンパスではどんんなことやったんですかそ,うです、ね、その時は実はゲームの授業じゃない授業受けたんですけどホワイトハッカー専攻 っていうのがありまして<ー>そこの授業を受けたんですけどそこの先生が本当に面白くて <laughs> ああ、なるほど面白そうだね、うん、俺はハ,ハッカーのいい人バージョンみたいな<あ> <laughs> そういうセキュリティとか作る人だよねでホワイトハッカーっていうのねはね、い、ゲームはやっぱ昔から好きでしたかはい好きでしたえー、子供の頃とかやった一番やり込んだゲームっていうと何になります任天堂さんの Wii の星のカービィっていうゲームがあすあ星のカービィ、はい 星のカービィというのは俺が高校生ぐらいの時もあったけどね。あれも、はい、な,なかなかあのヒット作品ですね。はい、長い間愛されてますね。それでなんかいつ頃からこのゲームを生み出す仕事をしたいなって思ったんですか。中学校2年生の時に、うん、あの今でも親友の子がいるんですけど、その子と一緒にあの絵描いたり、うん、あの小説書いたりとか創作活動みたいないろいろしてて。えーうん でその時にゲームも作ってみたいなって思うようになりまして、うん、それはなんか中学校で話したらあのクラスメートの人たちが、うんあの「作ったらゲーム遊んであげるよ」みたいな声をかけてくれたのがきっかけで、うん、ゲーム作りたいなって思うようになりましたいやそれで本当にゲーム作るように今なってるわけだね <laughs> はい 2> 中2でゲーム作りたいってゲームやりたいはわかるけど作りたいと思ったんだはい不思議だねでも自然だったその時は自然にそう思った そうですね。なんかもっともっとなんか人を楽しませるようなことが好きだったんで、そ,んそれをゲームを通してやりたいなって。ねえ、ゲームを昔からやってたってことだけど、どうですか、はい、なんかお家でゲームとかやってて、ゲームばっかしないで、勉強しなさいでとか言われなかったですか。言われました。言われてた。はい、<laughs> 言われてたんだ。はいで。で、言われてた中で、このゲーム業界に進みたいって言った時の親御さんの反応いかがでした。 ですね、親もゲーム自体は好きだったので、うん、すごい肯定的でいいよって言ってくれましたね <laughs>、うん。あほんと、はい、親も親御さんも好きだったんだゲームそうですね一緒にゲームとかやってたのそうですねそれがきっかけで好きになったんで<あ>なるほど、はい、じゃあぎこなんか娘さんがゲーム好きになっちゃったのは私らのせいかなっつうのもあんのか、ね、<laughs> どうなんでね <laughs>。<laughs> 一緒にやってたしねみたいなそうやってました さあそんな高市さんが通っている京都デザイン＆テクノロジー専門学校スーパーゲームクリエイター専攻についてこうちょっともう少しお話を伺いたいと思います。はい、こちらではどんな授業があるんですか？企画の授業だったり、企画？これゲームを企画するの？はい、そうですね。たり<ぁ>あとはプログラミングの授業だったり、もそうだよね。とキャラクターデザインっていうキャラクターを書く勉強だったり、<ー>他にもいろいろあるんですけど。うううん、えじゃあもうゲームを作る上にあたって すべてのことを一応学ぶんだ。はい、そうです。今どんなことを手掛けてるんですか？ゲームデザイナーとか言うんですけども、<ー>になりたいなって考えて,て。ゲームデザイナーっていうのはどういうお仕事なの？どういうゲームを作るみたいなのとかだったり、<ー>あとはゲームを作る上であのこういうスケジュールで作っていくみたいなのも考えたりするような役職になってプランもするするんだ。はい、まず最初にキャラクターデザインをこの時期にこう。 作ってどう動くかみたいなのやってプログラムの人たちはここでこうやって働いてみたいな、はい、ゲームゼロから作るっていうのはさすごい難しいことなんじゃないのまず最初に何始めるまあどういう風に楽しんでもらいたいかみたいなところから私は考えている。 そんなところからスタートして、はいはい、で次にどんな作業をするの？私の場合はなんか最近あった出来事とかなんかあの時こういう怖い体験をしたからゲームに入れてみようっていう感じでホラーゲーム作るみたいな、うん、そういうーー考えたりします。へえ、これなんか授業で今ゲームとか作ってんの？はい、作ってます。<あ> <laughs> 今作ってるゲームはどんなゲームなの？個人とチーム制作二つ作ってたりするんですけど。はいはい あの個人の方はえっは、と、オンラインゲーム2人でやるオンラインゲームみたいな感じで、うん、あのバラバラになった人たちが、うん、あの最終的には一緒に出会うためにいろいろ冒険するっていうような感じのゲーム。うん、なんだもうなんか我々がやってた単純な,なんか魔王を倒しに行くみたいな <laughs>、まあ、もうないのかな今でもそういうのはあんの あると思います。まあでも複雑になってきて、よりやったことないゲームとかを求められてんのかな。そうですね。<ー> <laughs> 先生とかどういう授業するんですか。意外と日本語が大事。ああ、語学。はい。日本語が大事。はい。これはどういう意図なんだろう。 えっと企画書っていうのを書くんですけど、<ー>その文字を見てこういう風に作ってくださいっていうお願いをするんですけど、その時にあの語弊がないような日本語のちゃんと伝えなきゃいけないってことね。はい、そうですね。<ー>そういうはい。ええー、こう自分がこう学んでいくためにね、えー、設備とか整ってるとは思うんですけど、はい、なんか良かったこととかありますか？大きい液晶タブレットが、うん、置いてあるんですけど、<う>自分絵描くの好きなんで、うん、あの 授業がない時とかもその教室借りて絵描いたりできるっていうのとあとモーションキャプチャーの部屋があるんですよ。モーションキャプチャー、これどういうやつでしたっけ？黒いスーツを着ておなんかこう関節にいろいろセンサーがあって人間が動くと画面の中のキャラクターも動くみたいな。これがあんの？はいあるんです。この学校に。はい。ほそれで何すんの？ 高市さんそこで実際にあの自分が作ったキャラクターを動かして自分ではい自分があのスーツ着てはいやるのはい面白いねはいそれ一人でやってんのいやあの他の人とは一緒にやるんだなんかもう今までに完成させたゲームとかあるんですか去年の一年生の時に新旧制作展っていうのがあったんですけどもその時にあの一個 2D のはい バトル系のゲームを作らせていただきました、えーうん。どうだったの出来栄えは？いややっぱまだ一年生だったっていうのもあって完璧ではないんですけど、うんうん、まあ一通り遊べるような形にはなったんで、うん、まあいい経験にはなったかなと思って。それが初めての作ったゲームか。はい。ああ、第一作目だ。はい。ええー、なるほどね。さあ、高市さんとね同じようにゲーム業界を目指している後輩たくさんいらっしゃると思います。はい。ぜひ高市さんの口からアドバイスをお願いします。はい。 自分の好きだなって思うことはあの周りにどれだけ反対されても大切に持っておいてほしいなというふうに思います、うん、で、その頑張ってるうちに疲れてくることもあると思うんですけど、うん、そういう時は無理せずに休んだ方がいいと思います努力はして頑張るけれども無理はせず、はい、自分のペースで頑張ってほしいと、はい、えー、なるほどわかりました素晴らしいアドバイスだったと思います さあそして高市さんこれからもっと大きな夢あるのでしょうか、はい、聞いてみましょう高市美里さんあなたの夢は何ですか自分で作ったオリジナルゲームのキャラクターと世界を旅することですうん、これどういうことたまに SNS とかで、はい、あの自分の好きなキャラクターのぬいぐるみとか持ってあの写真撮っていらっしゃる方がいると思うんですけどそれを自分のキャラクターを持ってやりたいなっていうふうに ど,どうするのなんかパソコン持ってくみたいなこと？えっと、ぬいぐるみを作ってぬいぐるみにするのね自分、はい、の作ったキャラクターをぬいぐるみにして、うん、こう手に持って写真撮ってでそのゲームで作ったキャラクターこれがもう有名になって、はい、でそのキャラクターを持って世界中旅する、はい、<laughs> どこ行きたいんですか国は <laughs> そうですねあのヨーロッパとかヨーロッパの方行きたいのはい行きたいです <laughs> ぜひその夢実現させてください <laughs> はい お、うん、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、今日の夢追い人は京都デザイン＆テクノロジー専門学校スーパーゲームクリエイター専攻で勉強している高市美里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー